げの時ですね。ハギの時あんまり売らないでしょうと思ってない。結構高いんだな。1個200円するんですね、ハギの時。ホタテせんべい、イカせんべいって書いてある。こっちがイカせんべい、こっちがイカせんべい、こっちがホタテせんべい、キキせんべい、金子のささかま、ペコマサムネ、牛タン屋さんですね。お土産コーナー、カモメの卵、最近あんまり聞かないですよね。ミスビマル、ミスビマル推しなんですかね。一応ここはね、ミニストップ、ミニストップの中。これなんだこれ、牛タンサラダ、いくらするんだろう。値段書いてない。あ、1000円、ちょっと高いな。楽天イーグルス、うまい棒、あ、うまい棒ありましたよ。楽天うまい棒、楽天うまい棒が。お土産コーナー、すごいね。お土産コーナー充実ですね。今日も猫模様、猫ってる。じゃがりこ牛タン、じゃがりこ牛タンがあるんだ。宮城の恋人、これ面白いね。千人台、ずんだ団子があります。ドライブベビースタードライブラーメン、なんでドライブラーメンなんだろう。牛タン柿の種、ハッピーターンも牛タンです。これ安いね、160円。ハッピーターンホタテバター。こっちにもあるよ。柿の種、激辛チョロキ味。これじゃあ、ユミチャンネルさんに。リーフさんとかだ。牛タンジャーキー。ユニコーン。ひとかみ牛タンです。ブルーインパルス笹かまのり天串です。これ安倍さんじゃないの。安倍さんだっけ、なんだっけ、安倍前だ、安倍前、あ、安倍前さん、安倍前さん、安倍前商品さんです。ここになりました。ブルーインパルス笹かまのり天串324円。安倍前社交、安倍前商品ロン上海、ロン上海、これは赤味噌あれか、赤味噌からラーメンがロン上海なんですね。牛タンラーメン302円、それほど高くないね。あ、こういうの好きなんですよ。ちょっとよこしいですね。顔そうじゃん。またこの辺は普通にコンビニのもんですね。こいつぐらいかな。結び丸だっけ、結び丸。プチコさん、こういうところでチンアナゴ売ってくんねえかな。結び丸、ここにもいます、ね。ね、これは安倍前さん、違うね。ブルーインパルス、何、バスボール、ああ、どこだろう。メーカーさんが書いてないよ。あ、アスナロ社だ。マジか。アスナロ社だったらどうにかなるんだけど。これもアスナロ社だ。へえ、さすが石川さんのとこですね。
ここですよね、キティちゃんのとこ。アスナロシャ、もしかしたらこの辺もそう、アスナロシャ違う、観光連盟だって。へえ。アスナロシャに行って、チンアナゴグッズ売ってくんないかな。後でジュースは買いましょう。あ、これはちょっとブルーインパルスサイダー、これにチンアナゴステッカー貼ってほしいんだよな。ブルーインパルスサイダーね、これに貼ってくれれば最高にいいな。こんだけ幅利かせて売ってればまあ売れるのね。これとこれのワンツーが一番、この2つが一番幅利かせるからね。これは何、塩浜ジンジャーエールソルティブルーインパルスサイダー、100円も高い、180円。へー、すごいちゃんと売ってるね。こっち側のステッカー貼ってほしいよね。阿部前さんにお願いしようブルーインパルスのねえねえ、ブルーインパルスサイダー見た？でブルーインパルスグッズがなんか売ってるから、あ、イギリストースト高いのこれ162円。ブルーインパルスバスボムとかさ、うん、売ってるから、これどこやってるんだろうと思ったらさ、アスナロシャ、びっくりでしょ。石川さんに言えばチンアナゴグッズいっぱい作れるかもしれない。なんで？いやもうほら、多分版権として面白いんじゃない？来てんじゃん。うん、じゃあだからブルーインパルスだからだけ、来てみないよ。来て、これこれこれで。ねえ。あ、ほんとだ。スナロシャ。あ、キティちゃんじゃなくて。そうだ、ブルーインパルスだよ。確かにお金払わなくていいから、この面白いよね。あ、この辺とかも。へぇ、アスナロシャ、ほらほら。アスナロシャですよ。石川さんに行って、うん、チンアナゴグッズを置いてもらう。お金かかるからな。てか売れなさそうだからな。すごい、ここはね松屋までありますよ、松屋。ちょっと、え、何これから買うよ。あ、ブルーインパルスサイダーこれ一杯、一番一杯、一番幅利かしてる。あ、味噌汁、あ、まだ味噌汁付きですよ。なんか味噌汁付きじゃなくなるみたいなことを言ったけど、まだ味噌汁付きです。ということで、後ろからですが、釣りなる春日パーキングエリアでした。